マツモムシはカメムシ目マツモムシカに分類される昆虫の一種、またはマツモムシカの昆虫の総称である。水生昆虫で背泳ぎで泳ぐことで有名。そのため英名もバックスイマーズである。体長は11.5から14ミリメートル。体は細長い大円形。触角は短く、鋭い興奮を持つ。前足、中足は、 やや短いが、水性肉食カメムシ類の特徴である釜状に近い形で獲物を捕らえるために使われる。水中でうまく泳ぐために後ろ足は遊泳客として発達している。灰黄色で黒色の反転があり、ビロードのような光沢を持つ。黄色い部分は北に行くほど広く単色である。水中では体表面に空気の層を保持するため、銀色に見える。 幼虫は羽がなくて真っ白の腹部がよく目立つ。頭部、胸部に続く腹部が相対的に小さいので頭でっかちに見える。池や沼などの水中に見られる。普段は背面を下にして泳ぐ。水中で体を水平にして泳いでいるか、水面の下に頭をやや下げて静止していることが多い。飛ぶ時はひっくり返ってから飛び立ち、10にもやってくる。 他の水性肉食カメムシ類と同じように、呼吸するときは腹部末端の先端を水面から出して行う。人や地上からの外敵が近づくと慌てて水中に潜るが、しばらくするとまた呼吸のために上がってくるのが見られる。小柄な体に比べて長い後ろ足による遊泳力のため、水性カメムシ類の中では最も泳ぎがうまい。肉食性で小魚や オタマジャクシのような小型の水性脊椎動物、他の水性昆虫のような小型水性節足動物、水面に落下した昆虫などを捕らえ、針状の興奮を突き刺して、消化液を送り込み、溶かした肉質を吸収する。本種を素手で捕まえ手のひらの上などに乗せた場合等に、しばしば刺され、鉢に刺されたような激痛を伴うのは、捕食の時と同様に、興奮を突き刺して、 消化液が送り込まれているからである。この痛さと、現在は激減した他の水生ムシ類に比べて、本種はまだ比較的多く見られるために他の水生昆虫と比べて注意が促されるケースは多い。一方で、自身も自分より大型の水生昆虫や魚類に捕食されたり、餌不足でとも食いされることもある。8世紀は春から秋にかけてで冬の前になると、 池や湖の近くの湿った草や葉が多い、堆積物や泥の中に入って越冬する。寿命は2年ほどと言われる。日本には山賊九種が知られている。ありがとうございます。